こんにちは。YouTube を簡単に使いこなしていますか？ YouTube に動画を投稿していますと、まあね、いろんな方から、コメントを、ね、いただきます。まあ、中にはね、こういったコメント嫌だなって、このユーザー嫌だなっていう場合もね、出てきます。そういう時にはね、スマートフォンから、そのユーザーを、ブロックすることができます。今回は、その方法についてお話をしたいと思います。例えば、この動画についてるコメント、そのね、ユーザーさんからのコメントをブロックするときには、この、丸いね、アカウントをタップします。そうしますと、相手の、チャンネルに移動します。同じようにね、右上の、丸が縦に3つ並んでいるメニューをタップします。はい。上から2番目、ユーザーをブロック、ここをタップします。はい。ユーザーをブロック。ブロックすると、このユーザーは、あなたがアップロードした動画にコメントをつけられなくなりますって書いてますね。はい。これ、ブロックでいいです。はい。これでね、ブロックできました。OK です。はい。では、ブロックしたユーザーを確認したいと思います。右上のアイコン、タップします。はい、設定タップします。はい、ディレクトプライバシータップします。はい、一番下、ブロックしているユーザーをタップします。はい、ここにね、先ほど、ブロックしたユーザー名が、表示されておりません。ということはね、コメントができなくなった、ユーザーさんを解除する方法というのがね、ちょっと今このアプリから、できない状況であります。ちょっとね、パソコンの方から確認してみたいと思います。YouTube のクリエイターツール、コミュニティの設定の画面です。この真ん中、非表示のユーザーに先ほどブロックしたこの動画ヘルプというアカウントがありますね。はい。パソコンでは OK なんですよね。この動画ヘルプのアカウントをブロック解除する場合は、この右横のバッテンマークをクリックすることによって解除することができます。はい。どうしてね、スマートフォンからできないのか、ちょっとね、時間をかけてね、調べてみたいと思います。今回はスマートフォンからユーザーをブロックする方法についてお話をしました。ね、この件について困っている方はね、ぜひこのブロック機能をね、試してみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。